同盟といっても様々なパターンがありますよね。解説の霧雨マリサです。白木って背信行為が多いですよね。白霊霊夢です。くだらとくだらないの言葉って関係しているんですかね。コンパク用夢です。今回は和国、くだら同盟を題材にしたいと思うぜ。大和王権の勢力が近畿から九州にまで到達し、今度は朝鮮半島に進出していったんだよね。まあ、神宮皇后の白木征伐は信じていいのかどうかは不明ですが。前回までの復習を簡単にしておくと、先に述べたように大和王権の勢力が九州にまで到達し、神宮皇后が白木征伐を行ったわけだ。これが三冠征伐であり、白木を降伏させたんだよね。神宮皇后の神がかり的な戦術に対し、白木はなすすべを知らず降伏したんですけど。白木が降伏すると、くだらとこうくりも降伏したことになっていますが、これらは事実ではないとも考えられるはずです。くだらやこうくりがこんなに簡単に降伏するとも思えませんから。神宮皇后は三冠征伐が終わると、近畿に戻り押し熊の巫女の乱を鎮圧し、摂政として国を治めることにしたわけだ。これでようやく神宮皇后が政治を行い国が安定した感じがするよね。神宮皇后の日本書紀の記録を見ると、神宮皇后の13年の記録から一気に39年、40年、43年の義士和神殿の記録となり、そこから46年まで飛んでしまう。実質的に神宮皇后の13年から46年まで、何をしていたのかがいまいちわからないんですよね。押し熊の巫女の乱が終わり国が安定し、内政に力を入れていたことから目立たずに国力を蓄えたって感じかしら。ここで大陸の方に目を向けてみようと思う。神宮皇后の時代だと中国は五胡十六国の時代であり、高句麗などは前縁と激しく争っていたわけだ。でも、前縁は前身に370年に滅ぼされていたよね。前縁が滅びると、前身と高句麗は比較的良好な関係を築いていたようだ。前身の皇帝府県は中国の文化や仏教に傾倒しており、高句麗にも仏教の経典などを送っていて、これが朝鮮仏教の始まりとなったんですよね。前身は南方の東晋を滅ぼしたいと考えており、高句麗は前身の高い国力の前に戦いたいとは思わず、前身と高句麗の間で友好を深めたんでしょうね。高句麗は中華への侵攻を諦め朝鮮半島南部へ勢力の拡大を考えたわけだ。朝鮮半島の南部に勢力を拡大するとなると、くだらなんかは格好のターゲットになるでしょうね。高句麗の圧力を本格的に受けるようになったくだらの金将皇は、次のように考えたと思われます。およびでしょうか。北部の高句麗の圧力が年々強くなっておる。高句麗は前身と輪を結びくだらを狙っていることは間違いないでしょう。そなたは朝鮮半島南部の特潤国に行き、そこから和国に行ってきてはもらえないだろうか。海の向こうの和国に対しては、分かっていることは少ないのですが、我らは和国や東晋と手を結び高句麗や白木と対峙したいと思う。わかりました。私が特潤国まで行き、和国を探し出したいと考えております。そなたには、ミツル、マクコもつけるから協力して和国を味方につけてほしい。わかりました。日本書紀の書き方だと、くだらは後ろ盾が欲しくて和国を求めたような記述があるんだよね。くだらは東晋に使者を派遣していたこともわかっており、くだら、和国、東晋で高句麗、前進に対抗したかったんだろう。特潤国は朝鮮半島南東部の手組にあったと考えられている国です。くだらの使者であるクテイ、ミツル、マクコラ3名は、朝鮮半島南部にある特潤国にまで行ったわけだ。その時の様子を見てみましょうか。くだら王の使者との、よくぞ来られました。くだら王は東方に日本という尊い国があると聞き、我らを使わし、その国に行かせようとしました。なるほど。和国への行き方を知りたいのですな。その通りでございます。我々に道を教えて通してもらえれば、我が君は特潤国の王を得とするでしょう。残念なことじゃが、以前から東方には尊い国があるとは聞いているが、まだ交通が開けておらず、その道がわからない。回路は遠くなみは険しいのじゃ。海を越えていかねば和国には行けず、難しいということでしょうか。大船に乗ればなんとか行くことはできるとは思うが、たとえ中継地点があったとしても、困難を極めるであろう。わかりました。我らは一旦、くだらの本国に戻り、大船を用意したら再び戻ってこようと思います。そうなされよ。それが賢明だと思う。
尊い国の使者が来たら我が国にも知らせてはくださいませぬか。わかりました。必ずやお伝えすることを約束いたそう。ありがとうございます。感謝いたしまする。では、我らは百済に戻りまする。気をつけて帰りなされ。百済の使者は徳順国までは来れたんだけど、和国にはたどり着けなかったんだよね。しかし、2年後の神宮皇后46年に、和国の使者である島の宿根が徳順国を訪れたわけだ。その時の様子を見てみましょうか。よくぞ来てくださいました。何か変わったことでもありましたかな。百済の使者を名乗る九帝、満、幕子の3名が我が国を訪れ、和国と国交を結びたいと述べておられた。詳しく聞かせてもらえませぬかな。わかりました。そのようなことがありましたか。私はすべて包み隠さずお伝えしました。ならば、わしは部下の庭屋を百済に派遣いたします。そのようになされるのがよろしいでしょう。百済は和国に敵意を持ってはおりませぬ。わかりました。感謝いたす。おお、そなたが和国の使者だと申すか。その通りでございます。和国は尊い国であり、我が国を訪れてくれたことに感謝いたしまする。我らも百済王様に謁見できて感激の極みでございます。にはや殿にねぎらいの品を出すようにせよ。我が国には多くの宝がある。この宝を尊い国に立てまつろうと思っても道がわからない。そうでしたか。気持ちだけがあっても願いは叶わないが、使者殿に託し献上しようと思う。ありがとうございます。せっかく来てくださったのですから、我が国の宝を見ていってくだされ。わかりました。これは、すごい。和国には泣き者ばかりであり、驚きました。これが百済の宝です。和国にも献上したいと思っております。これなら、私も胸を張って和国に帰ることができます。それはよかった。金商幸運にしてみれば、宝物を和国に送り友好を結ぶだけではなく、百済の国力をにはやに見せつけておきたかったわけだ。百済は日本の協力を求めるだけではなく、百済としての威厳も保ちたかったんでしょうね。にはやは徳順国にいる島の宿根の元に戻っている。この後に、島の宿根とにはやは和国に戻り、神宮皇后に百済のことを報告したのでしょう。にはやが百済を訪れたことで、日本と百済の国交が樹立されることになります。古代日本では三寒征伐など朝鮮半島で激闘を繰り返しますが、和国と百済は長く共闘関係にあったわけだ。それを考えれば、にはやの外交が歴史を動かしたとも言えそうです。ちなみに、日本書紀だと先に神宮皇后が三寒征伐を行っており、新羅だけではなく百済や高句麗が降伏したことになっている。本当に神宮皇后に降伏したのであれば、日本の道がわからないとか、そこまで困ることもないと思うんだけど、百済と日本の関係もいろいろとあったということで、神宮皇后の47年夏4月に百済が、九帝、満、幕子の3名を和国に派遣した記録がある。この時に新羅の長江の使者も来ており、神宮皇后は次のように述べた記録があります。先王が望んでおられた国の人々が来られた。財政にならなかったことが誠に残念である。ここで言う先王が誰なのかは不明ですが、普通に考えれば中愛天皇となるのでしょう。ただし、中愛天皇は朝鮮半島の新羅や百済を討とうとした形跡がなく、誰を指すのかはわからない部分もある。神宮皇后の先祖である雨の日ぼこが、新羅出身の渡来人ともされており、意外と先王は雨の日ぼこを指すのかもしれません。新羅と百済は宝物を持参しましたが、新羅の宝物は珍奇な品が多くあったのに対し、百済の宝物は貧相だったわけだ。神宮皇后が九帝に宝物が少なく質が悪い理由を問うと、九帝は次のように答えました。百済の貢ぎ物の質が新羅に劣っているのは、どういうことであろうか。私たちは道に迷って新羅に行ってしまいました。それは大変なことじゃな。新羅人たちは私たちを捕らえると牢に入れ、3ヶ月が経過した頃に殺害しようとしたのです。むむ。ここで私たちが天を呪うと、新羅人たちは呪いを恐れ処刑を取りやめることにしました。しかし、新羅の人々は私たちの宝物を奪い取り、自分の国の宝物としてしまったのです。
新羅は百済と貢ぎ物を取り替えてしまったというのか。その通りです。そして新羅は自分たちの貧相な供物を百済の供物としてしまいました。それは許されることではないな。そして新羅の人々は私たちにこのことを漏らせばお前たちの命はないと脅したのです。私らは恐怖で従い、こうして日本に着くことができました。わかった、しばしの沙汰を待ってほしい。はは。不定は百済の貢ぎ物の質が悪いのは新羅に奪われたからだと述べたわけです。神宮皇后と応神天皇は新羅の使者を攻めて占いをし、竹之内の宿根と菊間長彦に対処するように命じているぜ。菊間長彦が新羅に行って百済の貢ぎ物を奪ったことを責めたんだよね。この後の展開を考えると、新羅が百済の貢ぎ物を奪ったのは本当だったようだ。まあ、新羅を攻撃したい日本と百済が、無理やり新羅のせいにしてしまった可能性もあるとは思うんだけど、神宮皇后の49年の記述に、新田家と香川家を将軍としたとある。香川家らは新羅を攻撃するための将軍となっており、百済の苦弟と共に、徳順国に陣を敷いているぜ。香川家らは新羅を攻撃しようとしますが、この時に次のような助言を受けています。我が軍は徳順国に集結したようじゃな。兵が少なく、これでは新羅を破ることはできません。ならば、どうすればよいのじゃ。左伯、航路に使者を派遣し援軍を攻撃です。なるほど。これで勝つことができます。わかった。感謝いたす。この時に日本軍は精鋭部隊を引き連れ援軍要請をしたとあるぜ。左伯、航路は日本軍に圧倒され、味方になったって感じかしら。それじゃ、日本軍の様子を見てみましょうか。我が軍よ、新羅を攻撃せよ。徳順国に集まった和国を中心とした連合軍は、新羅を攻撃すると対処したんだよね。この時に香川家や新田家の采配が光ったのか、からなどの7カ国を平定したとあるぜ。さらに、新田家らは軍を移し固形滅まで行き、南方の丹羅チェジュ島を百済に与えました。これを考えると、日本軍は朝鮮半島で大暴れしたと言えるでしょうね。こうした中で百済の金将皇と息子のクイス王が兵を率いて到着し、四遊が降伏したとある。日本軍と百済王の節、木羅根氏、笹名子らは一堂に集まると、オルスキで合流し、皆が顔を見て喜んだとあります。日本と百済朝鮮半島の連合軍だったはずですが、すでに戦友となっていたのでしょう。日本も百済に対して、気前よく土地を割譲して喜ばれた部分もあると感じているぜ。百済は日本に対し、貢ぎ物を必ず送ることを約束しました。神宮皇后の50年春2月に新田家らが帰国したとあり、日本軍は朝鮮半島から引き上げたのでしょう。5月になると千曲長彦も朝鮮半島から帰還したんだけど、百済の苦弟も一緒に訪れたわけだ。神宮皇后と苦弟の様子を見てみましょうか。海の西の奥の国をすでにお前の国に与えている。再びここにやってきたのは、なぜだろうか。帝の恵みは恩国まで響いています。我が王は抑えきれぬほどの喜びに満ちています。それほどであったか。そこで我らは和国から帰る使者と共に訪れ、精神を表しているのです。我らは万世に至るまで朝貢を怠ることはしません。良いことを言ってくれた。それは私の願いでもある。他佐の差しも百済に与えるから、王冠の道の駅としてもらいたい。わかりました。必ずや鉱物を届けるようにいたします。頼んじゃぞ。はは。苦弟は百済が朝貢を続けることを約束し、神宮皇后は城を百済に与えたわけだ。苦弟は言葉一つで城を一つ得たと言えるよね。苦弟が得た他佐の差しは王冠の道の駅としたとあり、和国と百済の中継地点となったのでしょう。翌年に百済が再び貢ぎ物を届けると、神宮皇后は竹之内の宿根に次のように述べた話があります。我らと信仰する百済は天の賜り物である。私も百済の貢ぎ物を見ていると神威によるものとは思えませぬ。百済は見たこともないような珍奇な献上物を時を置かずとして、献上してきている。自分は百済の誠意を見て常に喜んでいる。これも帝のご意向のおかげでございまする。私と同じように、百済には後々まで恩恵を加えるようにしてほしい。私もそう願うばかりでござる。
神宮皇后は百済の献上物に喜びの意を示したわけだ。日本は卑弥呼の時代は中国王朝に奴隷を献上しており、日本には海外が満足するような特産物がなかったのでしょう。それは神宮皇后の時代になっても変わっておらず、百済の進んだ文化が和国にもたらされたと解釈することもできるはずだ。神宮皇后は百済の朝貢に満足しくて、帰国するときに、千曲長彦をつけて行かせました。神宮皇后は千曲長彦には百済の金将皇后に、次のように言わせています。私は神のお示しに従い、日本と百済を往来する道を開いた。海の西を平定したときは、その地を百済に与えている。現在、吉見を結んでいるが、長く褒美を与えたいと思う。神宮皇后は日本書紀では百済を臣下として扱っていますが、和国と百済は長く同盟関係を維持していくことになります。神宮皇后の52年に百済は七支刀と七つ子の鏡を献上しており、七支刀が磯の神神宮に現存しているぜ。七支刀に書かれた銘文が日本書紀の年代を解く鍵にもなっており、注目されている状態です。七支刀の銘文に関してはまた別の動画で紹介します。日本にはくだらないという言葉があるんだけど、くだらないでありくだらにないものはつまらないものを指すという説があるぜ。くだらがくだらないって言うと、くだらが送ってくるものはくだらないものという感じがするんだけど、実際には逆であり、くだらのものは素晴らしいってことだよね。ただし、くだらないは明治以降にできた言葉であり、くだらと関係しているとするのはデタラメだとの主張もあります。日本書紀にくだらの金将皇后は、神宮皇后の55年に死去したとある。金将皇后の死は朝鮮側の司書である三国式に記録があり、これが西暦に換算すると375年になります。このあたりも神宮皇后と卑弥呼の同一人物説でまたやりますので、今回は省かせていただきます。日本書紀には神宮皇后の時代のこととして、百済記の引用がなされているぜ。百済記だと新羅が日本に貢ぎ物を献上しなかったとあるんだよね。新羅は過去には太陽が反対から昇らない限りは、朝貢を怠らないとか言っていたと思ったんですが、降伏するときは、みんな調子のいいことを述べるから、日本側は新羅の態度に怒り、佐知彦を派遣し新羅討伐を行ったわけだ。朝鮮半島に渡った佐知彦の様子を見てみましょうか。そなたは何者じゃ。新羅王からあなたに使えよ、と申されてきました。それにしても、なんたる美女じゃ。どうなされましたか。白木王も粋な計らいを見せてくれるものじゃ。わしはそなたを受け取ろうと思う。ならば、白木を攻撃せずに殻を攻撃してください。わかった。そなたが手に入るならお安い御用じゃ。さすが、佐知彦様素敵ですわ。殻を攻撃せよ。こんなことをしても大丈夫なんですかね。女性に目がくらみ、白木を攻撃せず殻を攻撃してしまうなんて、不意をつかれた成果からの王は民衆と共に百済に逃亡し、百済は殻の人々を手厚く保護したわけだ。殻王の妹が日本を訪れ、次のように述べています。なお、百済記では殻王の妹は天皇に訴えたとありますが、神宮皇后の時代であり、神宮皇后に訴えたと考えて話を進めていきます。殻王の妹殿が何のためにここまで来たのですかな。和国が派遣した佐知彦が悪心を起こし、美女に目がくらみ白木ではなく殻を攻撃してきたのです。む。私の兄弟の多くは流浪してしまいましたし、現在は和国と友好国である百済に避難しております。そのようなことが起きていたとは。私は悲しみの心でいっぱいであり、陛下に話を聞いてもらいたかったのです。我々の非礼をお詫びいたします。悪いのは日本ではありませぬ。佐知彦一人です。佐知彦は絶対に許しません。将軍を派遣し、駆逐することにします。よろしくお願いします。大和王権は再び兵を出して、殻を奪還したんだよね。しかし、百済記によると佐知彦は、さっさと逃亡して身を隠してしまったらしい。佐知彦は、次のような行動をとります。わしは大和王権には帰れなくなってしまった。しかし、わしの妹は陛下にお仕えしている。妹に陛下がまだわしのことを怒っているのか、調べてもらおう。佐知彦は妹に使者を派遣したんだよね。それでは、神宮皇后と妹の様子を見てみましょうか。
今日の夢の中で網の幸彦が出てきました。なんじゃと、どうしましたでしょうか。幸彦は私の顔に泥を塗ったのです。どのような顔で現れたのでしょうか。幸彦は絶対に許せません。そうですか。神宮皇后はまだ怒っていたんだよね。神宮皇后の怒りを知った幸彦の妹は兄にそのまま報告したわけだ。幸彦の様子を見てみましょうか。神宮皇后が未だに怒っていたとは。わしはどうやら大和王権に復帰することはできないようじゃな。岩は何でも隠れさせていただこう。幸彦は岩穴に入ってしまったんですね。記録はないんだけど、こういう時って白木美女は幸彦と共に、岩穴には入らなかったと感じている。金の切れ目が縁の切れ目って言葉もありますから、権勢をなくした幸彦についていくとは思えないんですよね。幸彦は岩穴の中で亡くなったと伝わっている。白木の美女に目がくらんだばかりに、一生を棒に振ってしまった感じだよね。たった一つのミスで全てを失ったということだと感じる。神宮皇后の64年、65年と百済の記述があり、66年に、次の記述が存在している。この年は秦の武帝の大初2年西暦266年である。日本書紀の編集者は神宮皇后の66年を西暦266年としたんだよね。しかし、これは日本書紀の編集者の間違いだと感じている。義士は神殿の記述と合わせて近いうちに動画にすることを約束いたします。日本書紀によると、神宮皇后の69年に神宮皇后は崩御したとある。日本最初の女帝もやっぱり、最後の時が来てしまいましたか。この時の神宮皇后の年齢は古事記と日本書紀でとも200歳だったと記載があるぜ。日本の古代天皇の年齢は100歳超えが多く史実とは考えられてはおらず、神宮皇后が100歳で亡くなったというのも史実ではないでしょう。神宮皇后は先の畳の池の江の御笹木に葬られた。先の畳の池の江の御笹木が現在の御笹子古墳です。御笹子古墳は大型の古墳であり、全国でも12番目の広さがあるぜ。もう、古墳時代に入ったって感じがしますよね。神宮皇后は10月15日に送り名が奉られ、沖縄たらし姫御事と呼ばれるようになったと記述されているぜ。これで、ようやく日本書紀の謎解きだけを残して、神宮皇后の御世が終わったよね。まだまだ、天皇の歴史は長く続くんだけど。それじゃ、謎の部分は次回以降に紹介することにして、とりあえず今回は終わりにしておきましょうか。この動画が面白かったら概要欄から Twitter の登録及び、ブログも見てくれましたら嬉しく思います。それを励みとし動画作成を頑張ります。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくです。